村木さん、こんにちは。こんにちは。今日の私服を教えてください。はい、今日の私服はですね、これみんなあのハイムクエストというブランドなんですけど、こうスタイリストとギタリストとして出会った彼女が、あのブランドも立ち上げてて、すっごい着やすくて形も綺麗なので、プライベートでよく着てます。これ今日初めて着ました。好きなので先シーズンから着てて、これも去年買ったかな。どうでしょう。暑くなってきて、マスクが暑い。来年の今頃は取れてるといいですね、皆さん、マスクが。村井さん、今日今どちらにいらっしゃるんですか。そう、私の大好きな京都にいて、今ちょうど三条大橋の前を渡ってます。観光客みたいな、私もそのうちの一人ですけど、戻ってきてる気がします。よかったよかった。どの町も旅行者が戻ってきて、でも若い人も多いですね。ここも見てください、川床の準備が始まってます。京都といえば夏の風物詩である。いや、思い出しますね。で、京都に来て、その時にランチで川床でいただいて、なんてもう風情がある。東京では経験したことのないのを経験できて、いつか京都に住みたいなとか思ってましたね、その時。でもそしたら何十年後かにそれも叶って、今はこうしてお仕事でも来るし、本当にプライベートでも来てます。前なんかここに来た気がする。確か本都町かぶれん城も伺った気が します。いつ来てもいいですね。これはね、日本人のみならず海外から来た人も素敵だなって思うでしょうね。こちらが本都町のかぶれん城ですね。こっちが見えるかな。はい。お、今ちょうど鴨川踊りが、今日何日でしたっけ、終わっちゃったのか。終わっちゃったんだ。やってたんですね、この春5月の毎年の。いや、やっぱコロナで都踊りもそうですけど、鴨川踊りもきっとね、なかなかできなかったんでしょうから、2022年は良かった。あー、この風鈴の音聞こえますか。いいですね。なんだろう、街の音はするけどなんか静かでいいな。まあ夜になるとにぎわいますが、今午前中なんでお店も閉まってますし、まだ準備中ですし。歩くと後ろ向きで、きれいきれいきれい。ここは何ですか。あー、アクセサリー。え、一瞬なんかこの細い街はスペインのトレドとか思い出しました。光と影。あー、スペインも行きたい。皆さん、 YouTube もいつかスペイン編とか流せたらいいな。練りようか、一口バル、こうお店が開いてます。あ、旅館がある。あ、この間この映画の私、あの推薦コメントを書かせていただきました。太陽とボレロ、水谷豊監督、石丸幹二さんもお出になってます。すごいいい映画でしたよ。クラシックが題材なんですよ。オーケストラがね、アマチュアのオーケストラで経営難に陥ってしまってる
再生していくかという話で、あの有名な指揮者の方もその方の役で出てるんで、もし映画館の公開が終わってたら DVD でご覧になってください。いやー暑くなってきたな。なんか今年の夏もものすごく暑くなるんだと誰かが言ってましたけど、どうなるんでしょうか。初夏でこんなに暑いので、このマスクがねより暑さを強調しているわけですが、さあそろそろなんかこうお茶をしたくなってまいりました。はい、羊も見てください。日本家屋かわいい。公衆トイレもこう趣がある感じほら木の看板。斜め置きってありましたっけ。大体皆さん前髪こう、ね、キュッとキュッとして綺麗に斜め置き、アホ毛とかも出ないようにきっちり皆さんバックスで、はい、へぇー。あ、私のアイドルさあ、今日はオーツミルクのカフェ、カフェカフェオレっていうか、カフェオーツミルク、オーツミルク、うん、みかんです。あ、おはようございます。ちゃんと髪型もキュッと、はい、紫のコーヒー紐で縛ってる人もいます。そうですね、うん、結構神社によって特色があって、この間どっかの神社にいた時は巫女さんの頭にリボンをつけられてて、皆さんお揃いで可愛いなって。珍しいかもね。いや、そうですね、初めて。結構神社さんによっていろいろ特色があって見てても面白いですね。みかんソーダです、ね、みかんソーダ、はい、これかあの特選コーラ、罪悪感がないコーラとなるなんか書いてあったよ、罪悪感がない氷オフってことか、多分そうだと思うんですけど、なんか罪悪感コーラに感じたことなかったもう今罪悪感感じまくって行ってであっちでもう留学ダイエットをして留学ダイエットで新しい、いやいや絶対太りますよお米は食べられないから痩せるんじゃないかってやつでしょ。そう、そう、ね、毎日食べてたんで食べてるんですけど完食になっちゃう。多分そうだと思います。じゃがいもとかパスタとか食べる初めて、逆にそうだったお米があんまなかった、どこでドイツ、ドイツ、あるんですけど、まあ、そのパスタとかも簡単じゃないですか。買いに行くのもアジアのスーパーに行かなくて、パスとかに走りますよどうかな、ゲゲゲゲゲ久しぶりにお会いしたら激太りしてるかもしれない誰か分かんなくなってたねあれゲストリスどっちでしょう。まだかけてみよう。コーヒー一杯かけるとムライさんは体型の変化とか関係の変化、まあ二十歳ぐらいの時やっぱりみんなふっくらするじゃないですか。年齢的なものもあって少し太ってた気がする。久しぶりに留学から帰ってきたら母が一瞬分かんなかったみたいな、空港で留学で太られてパンパンになってどちらに帰ってたんですか。パリです。あ、パリはでも、うん、スイーツが美味しかったから、朝からチョコクロワッサンとか食べてたし、Cool job.